曇るんですよ。今の小さいイメージってことですよね。今の小さい。宮本さんの感じです。ちょっと助けた。はい。開けて。これがな。これが。チームの格好。はい。これ、ね、こう。はい。そしたら、こう行くと、はい、どうしても次の。反動でこうなっちゃう、はい、だから小さい方が上に上がれば上がるほどいろんなことやっちゃうから、うん、もうなんならここでバーンってやろうな、なんならバーンと叩いて、あとさっきの野球みたいにこのかかとでこう出る、はい、それだけ、それだけ打とうと思わない、おあのトップが惜しいの分かるやん、自分でバーッと思ってるけど惜しい、タイミングがバーッと早く入ってる、あとこっちの手がほんまに上上がらないで、うん、ブンブンブンっていったら絶対すんげえだもん、そこそう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 ですね、うちに行ってるのは、うん、足を信頼して、こっちまで、ここが不安なんですよね、多分大きさがね、こう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 、そうそうそう、そう微妙に、あれだ、こうだ、こうだ、そうそうそう、投げた、こう、そう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 、そうだ、家庭から、確かに目が、目がね、こうだから、こうだから、重りに負けろ、やっぱりこう、こう向けたいんよな、こう、こうよ、こうよ、こうよ、そうそう、ほんで、一号投げて、こうそうそう、こうそう、こうそう、そう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 、なんだこのバリンギャルか、いいトップの位置、ほんまにさ、今更ながら思うと思うんだけど、これがなんで当たるか分からないんだよ、そうや全然分からない、そうなんです、まあ今ちゃんと当てたいからこうやってるけど当たらず、こうやった途端にボール捕まるんだな、ここが自主練だとやっぱり元に戻っちゃう、ここに角度見て、ここ角度ゼロ、そう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 、うん、こう助けとつま捕まるやろ、あるんですね、なあ、分からないですなんでこれでまっすぐ飛ぶのかの感覚は、うんうん、で今の力感やで、ちょっと距離見てみ、距離見てみ、そうですね、普段ちょっと飛んでるぐらい、なんなら、うん、狙いも持って、でもどうせボール見てもつまりじゃないそうですね、あ、そうナイス、素晴
晴らしい。おーおーおー、はい、はい、お疲れ様でした。どうですか、最後のびっくりマン。いや、最後まで、まあ、最後になっちゃうの寂しいんですけど、うん、最後までシアンにはびっくりさせられて大丈夫、はい、あのまた思いついたら、はい、もうこれびっくりマンかどうか、これから実験する動画を、はい、はい、ちょっとやってみて。楽しみです。でもやっぱりそれでも、うん、なんていうかな、あの今回の味噌は下を打たなくてもクラブどうなってる。クラブ普通にみんな下に置いてるボールよりこっちに戻してない、はい、だから上でいいのよ、クラブ垂れるから。だからほんまに家でその素振りなんかして考えるんだったら、もうほんまにこうやってちっちゃいバットに持ってきて、もうこうやって水平にこうやって素振りしてるだけで、あとは勝手道具やねん、打ってくる。これが道具に任せるってやつ。そう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 、よく言える。はい、じゃあロイヤルグリーン水戸の宮本君どうでした。いや僕はまず打てるだろうと思ったら、ちょっとしょぼい、ちょっとしょぼいところじゃなかった。女の子に負けてるもんね。余裕で負けてますし、本当に。あとやっぱりちょっと皆さんびっくりして目を凝らしてね、宮本君を見てもらいたいなと思うことは、やっぱり異常に眼鏡が曇るっていう。そこちょっと笑ってもらった今日はね、あの撮影だと僕ちょっと笑ってなかった。そうなんです、その、あのあれがあるから、もう撮影だと思わないときは、あのコンタクトレンズしないっていう、もう今日はもうないよって見せかけて、まあ、これちょっと見せたいっていう、ね、眼鏡がないね、思いに注目と。いや、でもボールを見て打つわけ。確かにそうです。あいつ、ものすごい眼鏡くまってるから何やろ、たまらっていうのが、あ、やっぱりゴルフはそうじゃないんだねっていうね、うん、そういうちょっと正面だったんで、宮本君ありがとうございます。いや、とんでもないです、ありがとうございます。ということでね、ちょっと都度プロはね、こうやってあのレッスンをね、どんどんやっていって、はい、まあ、いろいろプロとはこう、これはどうなの、これはどうなのと、もう一応ビックリマンレッスン一緒にやったんで、はい、こういう時はどうでしょうかみたいな、この新しい追求をね、ちょっとスロープロとやっていこうかなと思うんで、お願いします。そしてここにいい実験台がいるんで、はい、ね、2人でいじくりながら、そして、宮本君もうまくいくなということで、ちょっと頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。そして私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。私のインスタグラムのフォローもお願いします。いいえ、私だけお願いします。私だけお願いします。私だけお願いします。